戦力外捜査官。なんじゃこりゃ。やっぱり拳銃で撃たれた時のリアクションの定番は太陽にほえろでの松田優作演じるジーパン刑事の殉職シーン。一番有名ですからね。まあ誰もがね一度は真似したことがあるってな感じで、はい、ちなみに映画で撃たれたことはないんです。映画で撃たれたことはないんですけど舞台で撃ったことはあるんですけどね。松田優作さんはね、うん、ブラックレイン、映画最後のブラックレインでね、うん、僕もエキストラで出させてもらいましたんで、うん、最後のその亡くなる前の松田優作さんを見たんですけれども、うん、亡くなると分かってればね、うん、もうどんなことがあっても近づきたいなと思ってたかも分からへんのですけど、本人もそれも隠してたわけで、うんうん、で自分では分かりながらねあれだけの演技ができるのはすごいなと思ってたしね、うん、でエキストラですからそれに、まあ、偉そうには言えないんですけれども、うん、エキストラはねエキストラなりの辛さもあってね、うん、で今回もようさんエキストラおったわけじゃないですか。長いこと待たされるしね。で気づいたら全く映ってへん人もいっぱいおるやろうし、映画なんか特にねやっぱその辺の規模もでかいので、うん、ナンバでね、うん、どっかの映画館を借り切ってね、うん、そこでエキストラ全員待機させられるんですよ、うん、でこっからこっちの人だけ来てくださいとかって呼ばれていくんですけど、うん、後ろの方の人なんか呼ばれたんかなとかっていうのもあったりするし、うん、待つだけ待って全く出番もなく帰っていったエキストラさんもいたはったから、うん、それで言うとあの中でエキストラさんも苦労しゃんねやろなと思いながら見てたんですけどね。うん、まあね今回はねなぜかクイズ番組に捜査一課18係のメンバーが全員参加みたいなことになって、はい、そのスタジオ収録の観客としていわゆるエキストラがずらっといたわけなんだけど、うん、まあどっちかというとああいう風に座ってるだけっていうのはまだ楽な方、楽な方やと思いますよ。もう、うん、無茶なこと言われることもありますしね、うん、普段こんなんせえへんでっていう動きをさせられたりもするし、うん、だからそれで言うとあの座ってるだけで手叩けだけですからそれは楽なんでしょうけど、ただあれだけでも待ち時間はめちゃくちゃ長いんじゃないかなと。エキストラがね役所さんよりかとから入るわけにもいかへんですから、おうおうおう、もっと言うたら長時間待たされてあれだけっていうのもそれはそれで辛いとは思うんですけどもね。でまあとりあえず何かとスケジュールの遅れが話題になってるというか、自らネタにしてしまってる戦力外捜査官だけにね、まあ今回の撮影に関しては本当にコンパクトというかなんというか、まあちょっと無理やりっぽい感じがありましたんでそんなことはありえへんでという話でしたけれども、ほとんどねロケ撮影もなくね、結局は佐野史郎を扮する副総監に関してのエピソードをたっぷりお届けしましたっていうたから、ただ最後にね海月警部はね管理官がやったことやっていうのをもう見抜いたわけじゃないですか、うん、で実際に顔も合わせたわけじゃないですか、うん、あれほっとったらあかんやろっていうのだけはちょっと突っ込まんとあかんやろと思ったんですけどね、うん、ところで撮影現場に関しては実は原作小説の作家似鳥圭のツイッターでこんなつぶやきが、はい、3月8日ドラマ戦力外捜査官の撮影現場を見学させていただきました。実物の武井絵美さんは可愛くて花があって、漫画に例えるとそこだけ違うペンで描いている感じというか、人間より美しい何か別の存在のようでした。そういえばこんな感じの言い回しを何かの原稿で書いた覚えが、私立高校シリーズの天童緑だったか。本当に現実にあんな感じでした。可能なんですね、現実の人間でも。一方高弘さんはキビキビ動きながらも歩いた後にさりげなく銀色のキラキラしたものが残る感じでした。しかも休憩中は面白くて優しく、もし私がおっさんでなく小学生女子だったら絶対高弘くんがお兄ちゃんだったらいいのにとか思っていただろうなと思いました。また伝わりにくい表現を。あ、仮に私立高校シリーズのドラマがあるなら天童緑役は武井絵美さんがぴったりかも。それともう一つ痛感したのが、テレビを見ながらちょっと私も俳優になってドラマとか出てみたいなというのは結構誰でも思うかもしれないけど、それは生半可なことじゃないぞという点。スタッフも同様です。撮影現場のあの雰囲気についていくというだけでも実際にはすごく大変っぽいです。まあやっぱドラマも大変ですからね、うん、さてそんな戦力外捜査官には今回もあの方からメールが。かつてない刑事ドラマの展開にもはや予測不可能な今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。戦力外捜査官第9話、第8話に続いて極めて身近な事件でしたね。いずれも10分で終わるネタを1時間に膨らましたという感じがいたします。でもまあ面白いのでそれもありかと思っています。それにしてもテレビ局をあそこまで使えてしまう井上管理官とは一体何者なのか、そっちの方が気になりますね。事件解決にクイズが登場する刑事ドラマの映画といえばダイハード3を思い出します。1作目はビルが舞台となり、2作目は空港が舞台となり、この3作目ではニューヨークの街そのものが舞台となりました。
テロリストからクイズが出され、それを解決することで予告テロを阻止していくという展開が印象に残っています。クイズは全部で4問出されます。例えば、42のうち21はという問題。答えは、当時42代までいた大統領のうち21代目アーサー大統領が答えで、アーサー小学校に爆弾が仕掛けてあったというような展開です。ただどの問題も結構難しく、映画を見ていてドラマよりもクイズに集中してしまったという感じでしたね。シリーズとしてはこのパート3で終わりかと思いきや、なんとその12年後に4作目、さらにその7年後に5作目が制作されました。1作目から25年を経て主演でアクションをこなすブルース・ウィリスはそれだけでも立派です。予測不可能な戦力外捜査官もいよいよ最終回です。一体何が起こるのか、どんなゲストが登場してくるのか、とことん楽しみたいと思います、はい、ということで最終回はなんと2時間スペシャル、はい、とにもかくにも戦力外捜査官、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい。